めちゃくちゃ可愛くね。めっちゃ楽しかった、うん、ダブルス決めてよかった。やり投げは投てきやん、特にうわー、これよく寺で見るやん。見るやつやん。ありますよね。これ一瞬しか当たれ、これやばい。おお素晴らしい。これいい。おまつさあ、皆様ついにやってまいりました、青夏のもう最終話です。明日からミスの子たちはコンテストの本番が始まるから、ちょっとやっぱその覚悟を持ってコメントしていこう、はい、アスリートに渡したい差し入れっていうことでお願いしてるよね。ミスの子たちに2人だったらどんなものもらって嬉しいかというか、どんなもの、いや、みんなが今までねもらった、僕は嬉しかったやつ、まあ、ルーティンじゃないんですけど、うん、試合終わった後はスニッカーズを食べるっていう、あるんですよ。生きてんな。生きてるよね、これ。スニッカーズめちゃめちゃ大好きで、でなんかさ、疲れた後に甘いものがめちゃくちゃいいって言うじゃないですか。え、これ生きてるよ。生きてないっすよ。マジで生きてる。友達とか、なんか、うん、買っとけよみたいな時に、じゃあスニッカーちょうだいみたいに言って。はいはいはい。って思います。ふざけんな。本当食ってる。たまに。あ、たまにか。自分の中のアイテムみたいなのに、一応スニッカーズって書きたいんかな。いやいや、マジこれ。なんお前ちゃんは何もらったら嬉しいの。俺はなんだろうな、はい、甘いもあんま好きじゃないから、りんちゃんに難しいっすね。うまい棒とかじゃない。うまい棒、うまい棒とカップラーメンとカップラーメン、かば焼き、かば焼きさんとあ、ビール、ビール、あー中年多いですはい、ということで最初は行きましょう。じゃあ、どうぞ。どうなるんだろうね。これ、きみこさんが何を差し入れするかだよね。確かに。何なんだろう。アスリート向けだしな。アスリート向けって言ってるからね。で、これ、何やんの。もう、そうプレゼント。わあ。いいね。これ、見て見て見て。蜂蜜？見て。おお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 シュート目にも負けない。ありがとう。切り方、あおー、いい、めっちゃいい。なるほど、気使える子なんです。おー、ラルフの T シャツね。まあちょっとラルフの T シャツの下りだね、あんまり盛り上がらない。カットしました。1秒もなかったよ。もう試合終わります、見てください。どうぞ。なに、あー、これめっちゃうめぇ、これめっちゃさ、ロケット、ラケット、そういうことすんのよ。あい、あい、あい、おー、お前見てないの。ま、見てなかった。エクセイケ。まあでこれエミリちゃんとね、クマがなかなかなんか。石橋ないしてんだお前。石橋は？石橋捨てられた。で、まさかのね、おっと。そうそう。どっちなんだろうね、これ。これクマがスタバカード2000円。エミリちゃんにプレゼント。っていうね、こうやって男女お互いでこう、差し入れ渡したり、プレゼント渡したりするの。石橋が動いたんです。何渡すんだろう、待って、何渡すんだろう、待って、何渡すんだろう。そう、石橋が何を渡すんだろう。ナイキの靴下とかやめろよ、マジ。いや、あのね、マジで予想外だ。マジですか。もうマジそう来るかっていう、その、なんだと思う、逆に。なんだろう。マジちゃんと女性のこと考えてる系ですか。わからん。ハンドクリームとか。あ、そっち、ラッシュとか。定番な、そっちかな。なんかちょっと、まあ化粧品というか、可愛い感じの雑貨屋さんのね。行ってみましょうか。これね、天ぷらちゃんにアーチェリーですごい優しくしてくれたから、はい、これ、これ、これ見て、すごい白いコインだね。知るよお前。石橋、石橋これアートだね。
絶対最近北海道遠征行ってたの、絶対遠征帰りだろ。北海道夏休みね、合宿行ってたよ。稚内行ってましたよね。稚内行ったんよ。稚内箱も毎年行ったよ。今年は行かなかったです。何恋人？うわ、バカだ。しかもちょっと引いてるもんね。マジか。口の中に水分なくなるやつ。そうそうそう。テニスで汗かいて、えい、もうエリコちゃん口の中パッサッパッサパッサ。いいやつない。北海道行きたかったんですみたいな。あ、それポイント高いね。ポイント高い。これ、うん、これあのね、ちゃんとね、あの感謝を込めてる感じがね、いいっすよね。すんげえ俺上から目線じゃん。楽しみ恋人。すごいもう獲物を見るよ。シマスが。軽いような目で見てるから。いい子だね。すごいね。テプラちゃん。帰った後何だあいつって言ってるよ。100% 女子同士のラインで。確かに。そしてついにバーベキューなんですよね。ああいいっすね。まあ、最後でミスの子たちは差し入れをくれるんだけど、男子はあのプレゼントをミスの子たちに渡すプラス、まあ本当に一番試合見に来てほしい人に試合見に来てくださいってチケットを渡すんですよ。まあ、それを誰に渡すのかって。かぶるかもしれないですね、もしかしたら。ああ確かに。行きましょう。さあもう最終章でサウナツも心していこう。どうぞ。うわいいね。頑張ってご褒美ね。バーベキューいいね。おでっかい。おでっかいな。これね、スポル大井町の中にデイキャンプゾーンっていうバーベキューができるところがあって、うん、皆さん今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったですかね。最後バーベキューがご褒美ということで楽しんでいきましょう。大きい大きい、かわいいね。うん、かわいいね。あー、かわいいな。食べ物になった瞬間、それな、食べ物になった瞬間だよね。そう、男だぜ、こういう時役立つのは。え、本当？何でお前座ってんねん。何これ。おー、美味しいよね。手伝ってくれるよね。あー、ポイント高いね、これね。切れないか。そう、でもね、なんかね、ユウスケはなんかあんま手伝わせないの。おー、それはいいっすね。あ、でも、あ、ちょっとその、あ、1ポイントあげよう。よし、今、マイナス99でしょ、今。マイナス100にしたからさ、ちょっとだったからね。なんかこういうのは男の子がやる。いいよね、なんかこういうバーベキューってもう、何歳になってもいいよね。あー、いいねー。あ、待って、今誰？私が今ね、椅子を座ってたみたいな。言ってました？椅子を座ってたみたいな、女性陣に。おー Yes, it's Bashi。1ポイントあげよう。1ポイントだね、よしよし。美味しそうって。さくらちゃん、可愛いな。ハンバーグ。うぃ、可愛い。ハンバーグとか言ってなんかやっぱ、一番バーベキュー合いますね。でもやっぱほら、みんな待てよ。そう、待って、お前石橋とね、待って、今食べますかって言ったの誰？ちょ、戻してもらっていいですか。いいですか。はぁ、おめでとう。やっぱりさ、ほら、天ぷらさ、いっそ、石橋はやってんの。え、食べますか。舐めてないです、普通に。ダメです、マイナスで5億、5億。お前、乾杯、いいっす。って言われるね。あ、あー、いいや。いいね。リップさせたよね。リップさせたよ、今、完全に。お、誰がとすんだろ。さくらちゃん頼むぜ。誰にあげるんだろう。これ結構見どころじゃね。まあ、プレゼントとね、差し入れを渡し合うということで、誰が誰に渡すのかというのがすごくもうちょっと大切ですね。まあ、渡し済みなのがキミコさん、斎藤、タニアに渡してて、石橋が白い恋人をあの天ぷらちゃんに渡してて、で、あとクマがスタバカード2000円分というっていう感じで、だからもう他の残りのメンバーはね、もうここで渡しちゃうから誰に渡すのかというのが見ものです。行ってみましょう。最初からタニアンだね。おお、タニアン。誰を渡すんだろう。誰だろうね。タニアンじゃあ2回目ですか。2回目。2人目。お前が可愛いって。みんなちょっとね待ってるもんね、完全に。なんか連絡取り合いコソコソしてるよ。呼ばれたね。ユウスケとクマも呼ばれたね。2人残されたね。え、嘘でしょ。大橋。お前石橋。石橋に渡さんのセンスないよね。ないっすね。まあ、ということで誰を選んだのかということで、あ、天ぷらちゃんです。天ぷらちゃんですね、まず最初ね、石橋で会ってくれ。やっぱ今回ね、すごい、もう白い恋人を渡されても笑顔になれるかこの子しかいない。ということで誰なのか。誰誰誰。タニ
確かタニアンなら許せますわ。個別に正直支援が入ってるよ。前のっぽいなって思って、ぜひ私のこのアスリートっぽいを食べていただきたくて。何が入ってるの？ポカリとか、プロテインバーとか、ミノ酸、アミノバイタルとか。おめっちゃ実用的なもの。いや明日もトレーニングだった。筋トレの間とか、うん、使います。ありがとう。ありがとうございます。楽しかった。楽しかった。みんなに頑張ってください。はい、これからも頑張りますので。西橋とグスマ、まあ、お留守番ね。グスマちょっとかちょっとなんかまんざれの手にちょっと買った感じ。それ優位な。いや絶対サーフィンした。西橋ちょっとショックだろうな。ちょっとショックだね。うん、でもやり投げとか。おお、石橋顔ちょ待って待って待って、ちょ待って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 、石橋の顔見た今結構良かったよ。ちょっと本当に引きつってる。病んでるよね。病んでますよ。マジか。いや石橋これそうだな。さあもうバッチョラにとか思ってんのかな。でしょ。何しちょっとね、白い恋人聞かなかった。超うわー顔切ないな。わこれよく寺で見るやん、これ、うん、ありますよね。切ないな、これ。これやばい、これ結構今、心来てるね。これで2人一緒だったんですよ。え待って、俺、太郎、ほんにゆうすけだっけ。ゆうすけか、くまでしょ。まやちゃんと、えみりちゃん一緒だったんですよ。なんかゆうすけっぽいな、サーフィン一緒だったし。ゆうすけっぽいな。まやちゃんがね、どのタイミングで誰と絡んだかっていう。あ、でも、く、くま…あれくまいくん。でもさ、エミリこの度やったエミリちゃん。でも拙い私ですけど、ありがとうございます。じゃあ、早速プレゼントの方、はい、あ、ありがとうございます。うわ、嬉しいです。ありがとうございます。すみません。よかったら食べてください。博多の、はい、あれです、めんべいっていう。めんべいと、まあはい、これ、もろもろ。え、本当ですか。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。すみません、お二人とも。いや、もうこれからもミス青学を応援し続けて、2人をもう応援し続けるので。石橋、我らがバスケ部、ね、美味しい思いをされてない。まあ、でも女性みんな石橋がいないぞ。今いなかったぞ石橋。待てよ、石橋が今席にいなかったぞ。ついにしかもいないでしょ。いないでしょ。いない。グズマンだけいる。食べてる。お前はさんと糸美久ちゃん同じ人なんですよ。さくらちゃんと糸美久。え、ゆうすけじゃないじゃん。まあ、まだわかんない。だってテニス一緒だったし。だって石橋いなかったから。ここはそうっすね。そう、席にいなかったから石橋が。タニアも立ってたから今。頼むぜ。マジ頼むぜ。ペアなんだよな。ユースケとペアだったんだよ。え？え？え？どっち？誰？誰？誰だ？誰だ？こいつ、フォーチュンクッキー？いやマジもうマジ強かったっす。多分俺叩かれるんでしょうね、どうせ。俺多分死ぬほどさくらちゃんにグイグイ言ってた。いざ俺こんな感じで、さくらちゃんって呼んでいい？あれ渡してないっけ。渡したよね、これね。え、嘘、まさか。もうもらってないんだよね。全員差し入れ渡し切りました。石橋グスマンはグスマンもらってないんだよね。確かー、石橋グスマン。石橋ね、今からチケット取ったのに。あ、そうか、そうか、そうか。もうこっからチケットタイムです。
ちょっと難しいけど誰だと思う。まあでも誰であってほしいみたいな、石橋はちょっとやっぱ幸せになってほしいじゃん。やっぱり天ぷらちゃんじゃないですかね。天ぷらちゃんってほしいっすね。ダーチリーでね、ぐいぐい負けんなって感じです。うーん、石橋のかっこいいとこ見たい、行ってみましょう。誰だ、エミリちゃん。まあでもね、エミリちゃん、おっと、よーし、ワンポイント。でもよく、しかもこれあれですよね、天ぷらちゃんが揚げた後にですよね。ちょっと引きつってる、ちょっと引きつってるよね。あの話聞かれた後でしょ、あの隣にさ、筋肉すごいって言われた後に。よかったらテニスを続けてバスケ、バスケ、バスケ、バスケやってるとこ見たかったです。リーグ戦ありがとうございます、本当にぜひ歌っていただきありがとうございます。バスケ、生で見たことない。いや結構展開も早くて、点も入るんで、面白い。本当に来んのかな。あの、グッティ、まだ来てない、一回も来てないっす。マジっすか。テンプレちゃんまだ来てない。そして、あの、パニアンですね、誰にチケット渡すのか。パニアン、はい、ちょっと行きましょうか。パニアン、これで落としたもんだからね。確かにこれだけだよ。コンビはやべえな。いや、いい乳首してますよ。すごい乳首ですわ。今日どうでした？すごい、なんかやったことないチームだったんですけど、アーチェリーも私、あとテニスも上手かったので、いや、すごい楽しかった。めっちゃ楽しかった、うん、ダブルス決めてよかったし、うん、楽しかった、ありがとう。いや、なんかテニス楽しくて、あとチケット渡したいなと思って、もしよかったら、はい、インカレとかいろいろこれから試合とかで、そう、ね、ああ、そう、陸上競技とか今ちょっと盛り上がってきてるし、ちょっともしよかったら応援してください。はい、頑張ってください。ありがとう。ミスコンとかもまた応援行きます。頑張ってね。来たグスマン。チケット渡します。誰にあげるんだ。ラグビーですよね。ラグビー部。でグスマンは一緒にプレゼント渡すから。ああ、そうそうそう。そう一緒に。ハイライトがサーフィンと、あとテニス中の謎のダンスでもあるという。キムコちゃんとしてな。これ。おーい、そうなんだ。ラグビーの T シャツなんで、これ着て一緒にぜひ自分の試合を見てください。ありがとうございます。嬉しい。頑張ります。これ着るね、じゃあ。はい、頑張ります。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。ミスコン頑張ります。応援してます。嬉しい。ラグビー見に来てと。まあ今本当にね、こう時期ずれたけど、ワールドカップでラグビーね。そうですね。盛り上がったから。クソ、目合わせてないよね。ね。クマ。クマはね、さっきマーヤさんとエミリちゃんからもらってましたからね。ミッションでも最初に。マヤさんに話したり、エミちゃんプレゼント渡したりして、え、お前マジでふざけんなって。あれ待って、え、さくらちゃんはクモじゃないですよね。ユース、今日一日ありがとうございました。毎日過ごして一緒に楽しかった。声晴れよ。まあ、よければまたサッカー社会人になってからサッカーを続けるので、ぜひ見に来ていただけたらなと思ってるんですけど、よければ受け取ってもらえますか。ありがとうございます。これからもミスさんを応援し続けるので、残り頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。はい、テレビくせえっつってんだから。はいじゃねえよお前。リアリティがなくなってしまうよね。それやっちゃったらダメなんだよな。テラハ見ろ、一回もカメラ目線ねえからな。さあ次ラスト質問。誰からもらいましたっけ、二人。さくらさんとイトミックさん、ピッチャンじゃないですか。まあね、俺ね、あのテニス一緒にやってたペアだと思うな。さくらちゃん、さくらちゃん、誰にも渡しかねないとこあるもんね、もう完全に。お前は、おい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 、あー、イトミックさんでした。おープレゼントなんだろう。あ、でもね、結構センスあるの。あ、そうです、マジですか。多分女心とかも分かってないですよね。この期間でやはり一回いろんな写真撮ったと思うから、それをしまっておけるような写真撮ったと、あとまあ、やりますから、こうやってやるというか。紅茶大好き。ほんまに？めっちゃ好きなの。友達に会うというか。なんかごめん、分かんない。いや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 、だいぶだいぶ。そう、この期間でいっぱい写真撮ったと思うから、写真撮って。なんかちょっとね、全然違うね、みんなジャンルが。ロマンティストだよね。はい。
女子からモテると思うんですよ。かっこいいし、優しいし、ただ男子受けはしませんと。よくないね。頑張ってください。はい、頑張ってください。じゃあまた僕の演技あるんで、はい、チケット入れていたんで、はい、行きます。見に来てください。はい、ということで、はい、前編がね、こうやって終了したんですけど、はい、まあでも男子はね、綺麗にちょっと分かれたというか、そうっすね、プレゼントチケット私で分かれたけど、ちょっとユウスケとね、クマは、なんだろうな、羨ましいな。羨ましいっすね。たぶん、嫉妬。嫉妬だね。嫉妬だね。俺たちは嫉妬っす、これ。という感じで、まあ夏前日程が終わって、こうやってね、大学生の男女、まあ11人が過ごすの見て、どうっすか、ちょっと。いやー、もうそういう機会がないんで、もうめちゃくちゃ羨ましいっすね。ちょっといいよね、こう見ると出たくなるよね。そう、ミスコンが相手なの。まあ、でもそんな1日で恋に落ちるかつはそんな舐めんじゃねえよって。それ甘えな。そんな1日じゃ恋に落ちないですね。いや、私ミスコンだからみたいな感じの、こう上から来るのかなと思ったら全然こう、むしろね、男の子あげるというか、はい、すごいすごい筋肉ですみたいな、ちょっと好感持てるよね。ラストエンディングです。バイちゃん、野球楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。自分たちも競技スポーツ、大学スポーツ頑張るんで、皆さんも頑張ってください。頑張ります。応援してます。ありがとうございます。もう石橋の顔が死んでるよ。石橋ね。ということで、青夏、ありがとうございました。まあもしかしたら来年もね、青夏シーズンセカンドがあるかもしれないです。その際はね、ちょっといろんな選手に出てほしいなと。芝県か。いや、俺も一回石橋にチャレンジしてほしい。なるほど。シーズン目は素人みたいな感じで、ね、今回あのリンちゃんとレオ君にも青夏ポイントガンガン入れてもらったけど、まあほとんどが石橋なんだけど。皆さんからの投票も含めて、まあハッシュタグ青夏で投稿してくれたあの投稿だったりカウントして、最も青夏だったベスト3をね、男女それぞれあの発表しようと思いますので、よろしくお願いします。そして、はい、明日はね、いよいよ青山祭の本番で、ミスコンの本番があるんですよ。ぜひ皆様にもね、青山学院大学まで足を運んで、ミス青山ファイナリストたちを応援していただければなと思います。お二人応援してあげてください。はい、はい、ちょっと見てるかもしれんから、ちょっとメッセージをね。どうも皆さん、はじめまして。白鴎大学4年の前田レオと、白鴎大学4年の中川凛です。明日から始まるミスコン、あのめちゃめちゃ応援してるんで、ぜひ頑張ってください。頑張ってください。応援します。桜ちゃんつって。桜ちゃん頑張れ。あ、ちょっとミスコン。ほんとミスコン。